申し込む。バカにつける薬はない。クロちゃん退院直後また炎上、同行したアイドルにも飛び火。お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃんが16日教育目的で入院していた病院から退院したことを公表した。医療バラエティ番組名医の座太鼓判、紅型糖尿病の診断が下されていたクロちゃん。医師団から食事制限などを求められていたものの、欲望のままに高カロリーの食事を摂取するという生活を改めなかったことなどから SNS が常に炎上する事態へ発展していた。そんな中、クロちゃんは今月12日に突如入院を発表。糖尿病に関する教育入院だったとのことで、ツイッターの投稿頻度こそ変わらず多かったものの、一部アンチコメントが治療に専念してくださいなど叱咤激励するコメントに変化するなど、病気と向き合うクロちゃんを見守る動きが大きくなっていた。16日に退院を発表した後は、急に普通の生活のご飯食べると胃がもたれる感じだしん、病院での規則正しい生活&食べ物で普通の生活に戻った時にはゆっくりと馴染ませていかないといけないんだねなどとツイートしていた。しかし翌17日に神崎さえちゃんとラムシャブ打診、退院して一人でヘルシーメニュー食べに行くのは辛いって言ったらご飯付き合ってくれたしんびっくりとグラビアアイドルとのツーショット写真を投稿。神崎がラム肉の乗った大皿を持っていたこともあって、ツイッターは再び炎上し、病気を舐めている。バカにつける薬はないとはまさにこのこと、もうここまですると炎上目的でわざとやってるんでしょうね。といった批判が殺到する事態となってしまったのだ。ラムは身体にいいと言われているとはいえ、神崎が持っている皿に乗せられているのは2人前以上あると思われる量で、病院で学んだであろうことが活かされていないことは確か。神崎に関してももう周りが止めるしかないのに、一緒にいるやつが止めればいいのに、この子何してんの、一緒にいる子もとどめなよ、売名行為なのといった声が集まっており、クロちゃんの炎上が完全に飛び火した状態になっている。報道を受け、クロちゃんはツイッターを更新し、これが炎上するのおかしいしん、きちんとしてるのにねーとコメントしているものの、鎮火しかけていた炎上が再び止む様子はなく、現在もクロちゃんのツイッターにはアンチコメントが殺到し続けている。